さようなら、あつこお姉さん。バイキンマンはお母さんと一緒の放送を見ていた。だーだーあつこおばあさんってあつこおじおばあさんゆういちろおじいさんだって笑っちゃうな。バイキンマン、あつこお姉さん卒業するって。何を笑っ、ん、もしかして。みんなも、あつこお姉さん卒業しちゃうって噂で聞いたけど、俺、1月頃には知ってるからな。B と、あつこお姉さんの卒業ニュースはな、2月1日頃から出てると思うんだよ。俺たちによっては。それな。しかし4月2日までだったな。マヤお姉さんという4月4日から。いるんだけど。おら、こんはるたちのところを見学に行きましょう。こんはるはあつこお姉さんとゆういちろうお兄さんと何をしてるのかな。ちょうどよかった、バイキンマン、ドキンちゃん、ホラーマン、ピーと、君たちも遊んでなよ。よーし、一緒に縄跳びでもしよう。やったー。さあ、卒業パーティーとしてな。21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、いたったー、あいでで、腰がまぎいたへ、まぎいたかいな、わし、あいでで、ほんまにまぎ曲がってるやで。あつこ、なに、よし、わしの計画やで。障害物競争するで。こんはる、はーい、よーし、こんはるとエチケットじいさんの2番の遊び決め、障害物対決をするので、いいですか。さあ、障害物スタート。
ホラーマン。勝った。よし、エチケットじいさん。よし、バイキンマン。同じ声優やで。よし、アキラさん。ゴンハル。ゴンハルくん、僕だって負けませんよ。あつこお姉さん。ディズニーのピート。あら、早い。ピートに負けちゃうわ。残り5人だぜ。はい、ユーバーバ、はい、デイジーダック、こんなつむつむの状態で変身。はい、チーボー。はい、よーし、ゆいちお兄さんも頑張るぞ。では発表します。ゆいちろお兄さんチームは83点で、あつこお姉さんチームが71点。結果はゆいちろお兄さんチームの勝ち。やったー、イエーイ、パン、やったー、やったー、ドキンちゃん大喜び。自分のチーム勝ってる時にはゴンハルくんよく頑張ったね。で、今でも学校で体力つけるようになってきてるようだし、家でも体力しっかりやるんだよ、コンハル。よいしょ、よし、コンハルも体力にするには、バトルで敵キャラクターをやっつけるぐらいに鍛えてもらった方がいいんじゃないか。あー、勘弁して。次の障害物は最後。コンハルに決めてもらうやで。それでは、ウサギボートを始めます。3、2、1、スタート。うさぎボートで、この俺のチームはあえては負けないぞ。よ
し、最高だぞ、このウサギボートは。やっふー、あー、うわー、ぶお水跳ねまくった。こっちも楽しいよね、あつこお姉さん。うん。うさぎボートもかわいい。色は茶色でもかっこいいですね。よく言った、ホローマン。熱いお茶でも飲んでいきましょう。どうなるの？はい。ちょっと二人ともお昼はまだまだですよ。はい。発表します。熱く。では発表します。ベーシュ犬のウサギボートはバイキンマンが大はしゃぎして溺れてしまったため敗北を少し落ちてしまったので、茶色いチームの方では2人で一緒に飲もうと言ったデイジーダックが、雄一郎兄さんに注意されたことにきっかけし、ウサギボートリレーの勝負では、チームは引き分けとなりました。ああ、引き分けになったのか。二つ目のチームの結局ではうん、そうそう、ああバイキンマンちょっとふざけすぎだよ。あーごめん。そうだよ。よし、これで。あつこお姉さんは一言感想を言ってみると、うさぎボートの二人、あとはね、障害物リレーでも負けちゃったけど、どこかで会えるように受け入れてください。あつこお姉さんのお別れパーティーをこれで終わります。バイバーイ。これであつこお姉さんのお母さんと一緒の番組の卒業記念をパーティーにしたということになったのだ。えい！この旅はラララ知らない。
ミスタードーナツのフィッシュココナッツと、おでんくんシリーズの玩具の卵ちゃんでした。次回でバイバーイ。